さあ、それでは早速お送りしてまいりましょう。これを見て地元の情報通になろう、地元通のコーナーをお送りしていきます。まずは前半、地域の話題を3本ご紹介いたします。それではどうぞ。宮崎市法事に新しく完成したヤギパークのオープニングセレモニーが行われ、関係者などおよそ30人が参加しました。パークを設立した家事代行サービスなど日常生活のサポートを行う BBC トータルサポートは、除草剤を使わずヤギによる環境に優しい除草方法で2018年から SDGs に取り組んできました。その活動の中で地域住民の憩いの場を新しく作ろうと、昨年の11月からクラウドファンディングを行い、多くの支援が集まりました。僕だけの思いじゃなくてですね、本当いろんな、今回クラウドファンディングを通じていろんな方の愛が詰まった場所になりましたので、これがこの晴天の中ですね、開園することができまして、本当に幸せを感じております。この公園自体も今ちょっとあれですけど、いろんな遊具を置いたり、あとベンチを置いたりですね、ここでピクニックをしてもらったり、親子でですね、ボール遊びしたりですね、自由に使っていただきながら、隣を見るとそのヤギがいますので、そこを見ながら癒し効果をですね、感じていただければと思っております。セレモニーではテープカットや JC 太鼓の演奏が行われた後、いよいよヤギゲートがオープン。7匹のヤギたちが放牧エリアに登場すると、パークに訪れた地元の園児などはヤギとの触れ合いを楽しんでいました。かわいいですね。ちっちゃなお子様からおばあちゃんまでですね、お散歩がてらですね、ぜひ公園に遊びに来ていただいて、癒してもらって、このコロナ禍のですね、疲れを飛ばせるような場所になってくれればと思ってますので、遊びに来てめー。今後はヤギのレンタルサービスやコンテナショップの設置など、新しいサービスを展開していくとのことです。地域にある歴史を残そうと、宮崎市赤江にある春日神社では歴史案内板の除幕式が行われました。これは地元の住民たちにより一層地域への親しみを持ってもらいたいと、赤江地区まちづくり推進委員会が設置しました。赤江地域にあるいろんな昔からの歴史的なもの、これをですね、やっぱり地元の皆さん方に知っていただいて、それをずっと残していくという活動をですね、やっていこうと。それぞれ建物だとか遺跡なんかがあるけれども、皆さんその中身がよくわからないということでですね、案内看板を作りましょうということで始めたのがこの事業だ。今回設置された案内板には、安土桃山時代に建立されていた春日神社について、その歴史が詳しく記されています。また赤江地域には他にも江戸時代の城ヶ崎地区の町並みや歴史を知ることができる看板が各所に設置されていて、現在と当時を比べながら時代の変化を紐解くことができます。赤江地区まちづくり推進委員会では、今後も歴史ある建造物などを利用して、さまざまな活動を行っていく予定とのことです。子どもの国の中にあるローズガーデンでは、春のバラ祭りが開催され、その関連イベントとしてバラの管理実演が行われました。イベントはローズガーデンのヘッドガーデナーを務める源香里さんが企画したもので、熊本でバラを生産している梅田さんを講師に招いて行われました。最初はバラだけだったんですが、今宿根草もたくさん植えて、年間こう四季を感じれるようなガーデンにちょっとずつ育ってきたところです。これからですね、バラを育てれる人たちを増やしたいなっていうのがすごくありまして、そのきっかけにしていただきたくて、実際バラの生産されている梅田さんをお呼びして、はい、みんなで講習会聞いて勉強して、ここで実践をしていただきたいなと思って計画しました。実演では栄養のある土の作り方や病気と虫の対策、きれいなバラを咲かせるためのポイントなどを生産者ならではの視点と経験を踏まえて丁寧に解説。参加者たちは熱心にメモを取りながら耳を傾け、
質疑応答の時間には現在困っていることや実際に育てている中で出てきた疑問などを投げかけ、梅田さんが一つ一つ回答していきました。春のバラ祭りは5月29日日曜日まで開催され、週末にはガーデンガイドやバラの講座、5月5日の子どもの日にはボランティアグループ時々花クラブのワークショップも予定しています。地域の話題を3本ご紹介しました。はい、まず1本目、ヤギパークオープンということで、ね、いかがでしたか。いや、面白い、ね、エリアができましたね。めちゃくちゃ気になりますよね。はい、で、普段は公園エリアからヤギを見ることができて、うん、まあ、今後は月に1回ヤギとの触れ合いができる日を設けたり、まあ、キッチンカーやコンテナハウス、公園に遊具を設置するなどして、こうヤギと触れ合いながらゆっくりできる施設を作る予定ということで、ねえ、このレンタルサービスちょっと気になりますよね。確かに、お庭とかの雑草とかをハムハムしてくれるんですかね。どうなんでしょうね。そういうことなのかな。どうなんでしょうね。ぜひまたね、皆さんお問い合わせいただきたいと思いますが、はい、園長のノリが良かったですね、うん、遊びに来てねーってねぜひ皆さんもお出かけください、はい、さあ、そして2本目ですけれども、宮崎市赤江にある春日神社に歴史案内看板が設置されたということですけれども、うん、歴史好きの都市坊いかがでしたか。 いや、いいことですよね。やっぱ家の近くに結構古めの建物あっても、うん、はい、なんかその知り合い知ってる人がいないと教えてもらえないじゃないです か、うん、確かにね、だからこれ何やっちゃろうっていう疑問のままずっと過ごしてしまうけれども、うんうんうん、はい、まあ、こういう案内板があったら、うん、あ、こういうことねってなって、うん、まあ、地元への愛が一層深まるんじゃないですかね。そういうところにつながるんですね、うん、江戸時代に商人の町として栄えていたこの城ヶ崎地区、当時の様子を知ることができる看板というのがいろんなところにあるそうで、うん、あと他にも中村町から日南市の宇土へと続く宇土街道について記した看板などもあるということです、はい、ちょっとお散歩がてらずっと巡っていくのもいいかもしれませんね、うん。さあ、そして3本目、バラの管理実演ということでいかがでしたでしょうか。はい、町人という番組でこのヘッドガーデナーの源さんにお世話になったんですけれどもね、うん、まあ、また見事なね、はい、バラ園もそうですけれども、参加してた皆さんの熱心な姿に心打たれます ね、うん、で、このローズガーデンではこう枯れ姿までこう植物のライフスタイルを楽しむことができる、うん、まあ、ナチュラリスティックなこのガーデン作りに取り組んでいるこの4つの団体のパネル展示をこの建物内で行っているということで、なるほどですね。で、連休に入ったぐらいから多くのバラが咲き始めるということなので、ぜひチェックしてみてください。はい、楽しみですね。まずは前半、地域の話題を3問ご紹介いたしました。